クーリアリンクは、ジェオテクノロジー合弁会社が、朝鮮民主主義人民共和国で展開する、3G モバイル通信事業である。登録商標。携帯電話を使用する人エジプトの通信会社、オラスコムテレコムに源流を持つ、持ち株会社、オラスコムメディアテクノロジーと、朝鮮停信省傘下の朝鮮停信公社が、出資する、ジェオテクノロジー合弁会社により展開される、 朝鮮民主主義人民共和国政府支配地域を対象としたモバイル事業である。2004年に事業停止状態となったノースイースとアジアテレフォンテレコミュニケーションズの設備を引き継いだ KPTC のサンネットが2010年に運用停止して以来、同国では独占的な免世向けモバイル事業となった。2015年には財務報告によるとラスコムは クーリアリンクに対する影響力を失った。オット・オームットの発表によると開始時わずか5300人であった利用者数が2013年5月末に200万人を突破。本事業により、同国では都市部を中心に急速に携帯電話が普及し、先進国や新興国に遅れをとっていた同国社会の通信環境を一変させた。サービス名のは。 公来を意味する朝鮮語である。はじめの形を含めすべて小文字で表す。た日に、千里を駆け抜けるという伝説の馬、千里馬をモチーフとしたロゴマークを使用し、キャッチコピーも、より高く、より早くと千里馬になぞらえたものとなっている。チェオテクノロジー合弁会社は、朝鮮民主主義人民共和国平壌市、普通航空域に本社を置く移動体通信事業者で、ある。 オットームットが75%、KPTC が25%出資する。ピョンヤン市普通航空域にある国際通信センターに本社とコリオリンク販売、顧客サービスセンターを置く。また、一時期を除き、ピョンヤン国際空港旅客ターミナルにコリオリンク、シムカード等の販売店を設置している。2014年現在 2.1GHz 帯の WCDMA 方式で提供。プリペイド方式であり、サービス内容は国民、外国人など対象によって異なるが、音声通話が中心である。SIM カードはミナスサムである。ただし、販売店では 3FF や 4FF 対応機種でも、物理的にカードを切断して対応させている。SIM カードは、販売、顧客サービスセンターの多動国の電話局や、 郵便局でも発売している、インターナショナルモバイルエキプメントアイデンティティ、ホワイトリストを採用。ピョンヤンと5つの市、8つの幹線道路と鉄道をカバーし、ピョンヤンでの人口カバー率は90%である。外国人用と在住国民用では、回線が異なり、PLMN 番号も467から05と467から06で異なる。全社は、 国際電話専用、後者は国内電話専用となっていて相互に通話ができず、サービスエリアも異なる。電話番号は0192で始まる。訪問外国人向けの料金は1ヶ月間8400オンである。2014年頃までは7日間用を含む複数の料金プランが設定されていた。人民元、ユーロ、米ドルなどのほか、電子マネー、慣れでも購入可能。 安価な料金プランと空港販売店の廃止について、高麗リンクの担当者は短期滞在の外国人はあまりプリペイドシムを購入しないことが主要な理由と話している。2019年現在、空港において200ドルで販売されている。観光で滞在する外国人が購入するには旅券の提示が必要。国際電話通話料はフランス0.38ユーロ。 ロシア0.68ユーロ、中国本土1.43ユーロである。外国人用ではインターネットにも接続が可能である。隣の中国本土からそのままでは接続できない。Google、YouTube、Twitter にもアクセス可能で、現地からの情報発信も少なくない。LINE、w e c h a t WhatsApp、What Telegram などのメッセンジャーアプリも使用可能。一方、 どの段階で遮断されているかは不明だが、聖画台や連合ニュースなど、南側機関のサイトには接続できず、南半部住民の利用が多いカカオトークも使用できない。ブランドの端末カメラとしての利用も多い、販売している端末機種には中国メーカーのフィーチャーフォンが多い。ZTE が最も多く、ついでフ a ー w ェイ、TCL、ニスコープコミュニケーション。 ゴーライブなどの製品があり、ファーウェイはデータ通信専用端末、ファーウェイ E303S、ニスコープコミュニケーションは最上位モデルとなるスマートフォン、アリラン AS1201 も投入している。型番のみの機種が多いが、ブランド名があるものでは、アリランのほか、ピョンヤン、ユニョンなどがある。 一部を除きモバイルでのインターネット接続が解禁されていない事情もあって同国に住む国民の間では音声通話の他端末のカメラやゲーム、学習アプリがよく使われているという。また、無線 LAN GPS にも対応していない。各端末は一旦 KPTC に納入され、その後チェオテクノロジー社を通じて販売されるという。一時期は、 ピョンヤン国際空港級ターミナルに販売店が置かれていた ABCDEFGHIJK 田村和樹。唯一の移動体通信サービス、クーリアリンクが 3G サービスを提供。過去には 2G サービスもレポート。2016年2月9日閲覧。北朝鮮ハッカー。国内進出の外国企業も標的に引くオラスコム。PC に侵入。ブルームバーグ。 h t t p s w w w b l o o m b e r g c o j p n e w s a r t i c l e s 2 0 1 8 0 2 2 3 p 4 l w b r 6 j t s e l 0 1 2 0 1 8年3月10日閲覧 h t t p w w w m k e k a n o i s w c h c o m カテゴリーオーガナイザータンズ 大アスコムテレコンホールディング、au 携帯電話朝鮮新報2010年2月8日、巨託39度 0137.2N125 度 443.9E ハット ABC 田村勝樹、外国人の携帯電話持ち込み解禁と同時に、プリペイドシムの販売を開始、レポート。2016年2月9日閲覧。ファンキー末吉。北朝鮮に、 初めて iPhone を持ち込んで国際電話をかけた日本人。2016年2月9日閲覧。ABCD 田村和樹。ネットワーク。2016年2月9日閲覧。ABCD 田村和樹。クーリアリンクのシムカードと北朝鮮スマホアリラン AS1201 を購入してきたレポート。2016年2月9日閲覧。 ABCDEFG 田村和樹。クーリアリンクのプリペイドシムは約1万円に。2016年2月9日閲覧。実は中国より自由だった北朝鮮に行ってみて初めて分かった最新ネット事情。富士ニュースネットワーク。 https://www.fnn.jp://post/00048996hdk//201911181130 広友高し h d k 2 0 1 9年12月15日閲覧 abcdefg 田村和樹携帯電話事情端末ラインナップ2016年2月9日閲覧 ABCD 田村和樹。クーリアリンクは、多種多様な携帯電話を販売、レポート。2016年2月9日閲覧。ありがとうございます。